こんばんは、かなでです。はい、今日は私の深夜飯第2弾です。今日はね、私の大好きなぶち込みラーメンを作っていきたいと思います。もうレシピは本当にオリジナルですね。まあインスタント麺にいろいろぶち込んじゃえっていう、いっぱい食べて本当にお腹いっぱいの状態で寝るっていうのが一番最高じゃないですか。それを実現させてくれるんですよね、このぶち込みラーメンは。ぶち込みラーメンといえばこれです。辛ラーメン、もう大好きです。これ辛ラーメンのキムチって書いてありますよね。これ普通の辛ラーメンよりちょっとマイルドなんですよね、そんなに辛くないと思います。だから辛いの苦手な人すごいおすすめです。はい、沸騰したのでぶち込んでいきたいと思います。まずこの辛ラーメン、この麺をね、ちょっと割れてた。はい、入れました。麺入れたら次この入ってる付属の火薬も入れます。こっからもう速さが勝負です。次、ウインナー、アルトバイエルン、これ大好きです。二宮さん、いつもありがとうございます。もうぶち込み、もう全部入れます。そうですよね、全部入れて、はい、もうこれカットしてある野菜ですね。このカットしてある野菜をもう入れます。ちょっとこれ量多いんで入れるだけ入れたいと思います。もうね、あ、全部入るわ、これ全部入っちゃうわ。押してください、入んない場合は。はい、これで入れました、入れましたね。そしたらここで卵を入れまーす。はいはい、そして私に言えばなんですけど、このこのスープの素、これ最後に入れますね、私は上から。私流なんで、ちょっとこっち最後なんかね、味がね、野菜に染み込みやすくなる気がするんだよな。はい、これ入れて、そして蓋して5分ぐらい待ちます。じゃあ今から開けます。せーの、うわーやばい、これはやばい。ちょっとね、こう固まってるんで、ここはちょっと軽く混ぜて、うーわ、やばい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 、これやばい。今日もいい出来だ。ぶち込みラーメンの完成です。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。もうこれこれね、まだ麺が見えないんですよ、野菜で。いただきます。うまっ、おいしい、ヘルシー、もう野菜めちゃくちゃ入れたから。みんな、うまっ。この辛ラーメンキムチが本当にちょうどいい辛さなんですよね。
結構ね、深夜のラーメンって思う人もいるかもしれないんですけど、やっぱ野菜多いんでね。ああ、やっと麺食べれた。はあ、美味しい。このレシピ思いついたのは、いつだ。レシピっていうか、なんかもう気づいたら作ってたって感じなんですよね。やっぱ辛ラーメン一つじゃ足りないなって思ったんですよ、急に。で、いろいろぶち込んでみたら、お腹いっぱいにもなれるし、美味しいし。これはもうオールシーズンいけますね。夏の暑い日でもこうやって、うまい。ただね、お楽しみはこれからなんですよ。今ね、このスープが、ちょっと見えないか、スープが残ってるんですけど、今からこのスープを使ってまた作っちゃいたいと思います。よし、パワー。はい、今からデザートを作っちゃうよ。まずこの残ったスープ、また火を入れます。はい、ちょっとグツグツしてきたら、ここにご飯をぶち込みます。やったよ。やっぱね、麺食べたらご飯でしょ。ちゃんと、はい、チーズを入れます。ちょっとね、火を弱めて、もうこれはもう本当にいっぱい入れてください。うーわ、最高。私、鍋屋で働いてまして、そのチーズリゾットをすごい作ってたんでね、慣れてます、チーズリゾットを作るのは。そしてこれ、バター。これバターはもうね、最後に入れてください。やっぱバターのこの風味というものが一番美味しい状態でね、出るタイミングで入れてほしいので、本当に結構入れました。はい、そうですね。うわ、いい匂い。やばいやばいやばい。うわ、これはもうモンスターだ。結構スープ飛ばしたんで混ぜます。うわ、やばい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 、これです。うわ、ちょっとね、お焦げも、うわ、これやばい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 。はい、チーズリゾットの完成です。デザートです。もうね、やば。
チーズが焦げてるんですよ。熱うまい。これは美味しい。このバターがね、これほんとバター入れてほしい、皆さんに。バターがすごいね、いい役割を。これはもうみんなにやってほしい。辛ラーメンの残ったスープは本当に宝物ですよ、あれは。うん、嬉しい。うわ、見て、伸びてる。ラーメン一杯でこんなに美味しくね、たくさん食べることができるんですよ。ごちそうさまでした。はい、もう今深夜の1時半です。これでぐっすり眠れます。本当に皆さんも真似してみてください。あー、おいしい。うん。ああ。